静かの防衛の時間です。さすがに中国の人工島、南シナ海での人工島で今現在ミサイル発射実験が行われています。本当に人工島今巨大化しています。滑走路もここにできてるし、船もここに入港できるようになっています。施設もたくさん今では出来上がり、初めのこれぐらいちっちゃかった島が今ではこんなに大きくなっています。人工島はフィリピンのすぐ隣にあり、もともとはフィリピンの海域でした。いつの間にか中国の軍事施設と化してしまい、これにトランプ大統領は怒ってるんですよね。最初はここに避難のために漁船が上陸しただけです。するともうこんなに大きくなってしまいました。もともとフィリピンには米軍がいましたが、フィリピン側が米軍はいらないといい、米軍の艦隊も移動しました。オバマ大統領の時ですね。しかしそれをいいことに、この人工島が出来上がりました。最悪のシナリオとなっています。米中貿易摩擦が起きてますが、もともとはこの人工島の約束を守らなかったことをで、ファーウェイいや関税に発展したんですね。 G20 の時に米中会談が行われましたが、進展は見られてない現状の維持です。最悪の状態ではないというところでしょう。しかし南シナ海での中国軍の展開は今現在最悪のシナリオになっています。しかもミサイル
ミサイル基地まで作って実験も、もう行っています。よくできるなと考えるんですよね。埋め立てにしろ、な避難と言いつつ乗っ取る、平気でそんなことをできるからこそ今の中国があるんでしょう。信用はされないですよね。しかし中国マネーの餌食になる国が多いです。どん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 お金を貸し付けて、お金を取れなくなったら土地を取っていきます。それが今現在中国の進出のやり方です。日本人のやり方は違って、お金と独自で運営できるようにその国を育てます。それが日本のやり方、中国は真逆ですね。そんな感じはします。これをしかし日本も人ごとではないんですよね。尖閣諸島に同じように避難で上陸すると次々人工的に島を増設していきます。そうなる前にやっぱり離島奪還作戦があるんです。すべては日本の島国の同じような運命を辿らないために、やはり準備しておかなければいけません。それにもうすぐ出雲が改修、 F-35B も日本に導入してきます。日本には水気弾も佐世保にでき、これから万全の防衛体制に入っていくでしょう。よその国の歴史を見ながら自分の国の防衛に当てはめる、これ一番大事なところです。今後世論を動かすような事態にもなってくるでしょう。ネット社会ですから、そのネットを操作される、わざと操作されるような時代になっています。本質を見極めることが大事になります。防衛も同じです。この人工島の教訓を日本にも生かしていきたいと思います。
今日のご視聴ありがとうございました。新しいチャンネル作ったんで、チャンネル登録お願いします。